ハレリア、こんばんは。ハレリア、アメン、アメン、ハレリア、こんばんは、こんばんは。今日は本当に暖かかったですね。今ストーブ消してますけども、はい、イネさん、ハレリア、アメン。今日はね、なんか3月4月ぐらいの気候だそうですが、春一番。じゃあのなんかあの立春を超えないと春一番にならないんですが、でもなんかもう春一番という感じですね。皆さん、なぜ、こんなにですね春一番が早いと思いますか？なぜこんなに春一番早いか分かりますか？そうです、リバイバルが近いからですね。リバイバルが近いから春一番が早いんですね、皆さん。ですから、何でも予言的に考えましょう。予言的に考えましょう、リバイバルが近いから。あ、暑くてこうちょっとこう暑いですね。ちょっとうちはない。もうなんか真冬にうちはもうストーブついてないんですよ。ストーブついてない、真冬にうちはなんて珍しいですよね、皆さんね。あ、暑い暑い、真冬にですね、じゃない、春一番が、こういうに近いのは、春一番が近いのはリバイバルが近いからです。リバイバルが近いからね、この春一番が近いのです。アメン、アメン。小太郎さん、ありがとうございます。アメン。それでですね、皆さん、もう本当にリバイバルは春を表します。春はリバイバルを表します。春は天国を表します。皆さん、天国を待ち望み、リバイバルを待ち望みましょうね。私たちの希望は天国です。ゆりさん、あ、暑いならリース、フリース脱いだらどうですか？そうですね、フリース脱いでもいいんですが、はい、小野さん、こんばんは。春は天国を表し、春はリバイバルを表し、私たちの希望は天国です。私たちの希望は天国ですね。毎年これやってるんですが、春ですねっていうね、キャンディーの歌がありますけど、もうすぐ春ですねですかね。はい、太郎さん夫妻、こんばんは。もうすぐ春です、もうすぐ春ですね。待ち遠しいから、この忍耐できるんです。リーさん、こんばんは。皆さん、春が近いです、春が近いです、ね。皆さん希望を持ちましょうね。今希望の持てない時代、昨日も落ち込むっていうテーマでやったんですが、落ち込まない方法は希望を持つことですね。あ、予的な歌いいの？よくない、まあ、よくないんですが、皆さん、この希望を持つことが大事ですね。フレーム綺麗、ありがとうございます。希望を持つことが大事です。天国の希望、リバイバルの希望、もう皆さん、燃えてる方がいると思うんですが、信仰で燃えてる方はリバイバルで燃えています。世の中の人は冷え切ってますが、冷えてですね、氷のようですけれども、リバイバルを待ち望んでいる人は燃えるのです。黙示録にですね、神様はあの生ぬるいのが嫌いって書いたんですね。生ぬるいのが吐き出す、暑いか冷たいか、皆さん、あの料理なんかそうですよね。料理なんかあの暑いか冷たいかっていうことがありますけど、信仰も暑い方がいいんです。皆さん、
冷たい信仰、生ぬるい信仰はダメなんですね。世の仕事を手伝ったら想像以上に悪魔的文章だった。わお、そうですか。ぜひ皆さん、熱く燃えましょう。信仰で燃えるのです、霊に燃えるのですね。ぜひ皆さん、信仰で燃えましょう。油注ぎを受けて、信仰で燃えるのです。そしてその燃えるときに、信仰が燃えるときにですね、私たちの心は強くなり、信仰に燃えるときに悪魔に打ち勝つのです、ね、悪魔に打ち勝つ。信仰に燃えることが悪魔に打ち勝ちますよ、ね。それがとても大事なんですね。サマさんこんばんは。サマさんこんばんは。私たちは集まるだけで燃えるのではないでしょうかね。燃えてる人が集まるだけで、燃えていくのではないでしょうか。ぜひ皆さん、一緒に燃えていきましょう。一緒に、燃えることがとても大事です。はい、はい。そうですね、明日は皆さん、明日はあの日曜日なので、朝10時半から礼拝ライブやりますので、ぜひ皆さん、この平日の、あの放送よりもですね、平日の放送よりも、日曜日の礼拝の方が大事なんですね。ですからぜひ、朝10時半にまでに起きて一緒に礼拝でしましょうね。礼拝することによってサタンと戦うことができるのですね。礼拝を皆さんが一緒にすることによって、日本から 悪霊を追い出し、日本に祝福をもたらしますね。鬼は外、明日節分なんですね。明日節分、今日じゃないんですね。明日節分はね、もちろん偶像崇拝ですね。だから皆さん節分しない方がいいんです。ぜひ、偶像崇拝しないようにしましょう。そしてですね、そのなぜ偶像崇拝の節分の鬼は外福は内っていうタイトルにしたかというと、まあ、節分そのものは偶像崇拝なんですが、そこに、この福音的な意味合いがちょっとあるということで、分かりやすいということでそれを利用してるに過ぎないんで、節分の、まあ、そういう行事を認めてるということではないんですね。はい、ですからぜひ皆さん、その節分しないことをお勧めしますね。はい、それではですね、どうしましょうか。そう、悪霊を去れ、これが、まあ、鬼は外ですね。聖霊を来てください、これが福は内。あ、もしもし。あ、もしもし。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんばんは。こんばんは、ね。放送中に申し訳ないです。はい、いえいえ。お名前なんて呼んだらよろしいでしょうか。かずみと申します。かずみさんって呼んでよろしいんでしょうか。かずみで、はい、かずみさん、今日は何か、お話がありますか。ですね、あの恋愛なんですけども、恋愛今あの25歳なんですけども。25歳、かずみさんが25歳。そうですね、25歳で、なんですけど、彼女が、今までいたことがないんですよ。彼女がいたことがない、はい。で、まあ、当然のごとく、まあ、童貞、まあまあ、素人童貞なんですけども、はい、ですよ。で、まあ、ちょっと最近ですね、はい、まあ、ちょっとやっぱり彼女が欲しいということで、ちょっと悩んでるんですけども、周りに女の子が全然いないんですけども、はい、ちょっとすごい悩んでまして。いや、悩むどころかね、
喜んでください、喜んでください。え、彼女いないのが喜ぶ。そう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 、喜んでください。はい、それは何でですか。それはね、結婚するときにね、結婚するときに純潔同士で結婚することが望ましいんですよ。はい、はい、でそれはね、やっぱりこの、はい、純潔を保って、はい、その結婚すると祝福されるんですね。はい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 、いない方がいいんですか。そう、あの彼女がいない方がいいのね。で世の中はね、この今その婚前交渉当たり前みたいになっちゃってるけどね、はいはい、これは大きな大きな間違いで、はい、サタンがあのこうね、結婚前に遊びなさいとか、はい、あの結婚前に、はい、いろいろ経験しなさいとか言うけど、はい、大きな間違いですよ、大きな間違い。あ、でもあのキューちゃん牧師もなんか彼女いたってあるんでしょ。まあそれはクリスチャンじゃない時ですからね。クリスチャンじゃない時に、クリスチャン、僕もクリスチャンじゃないんですけども、ね、もうイエス様信じてるんじゃないですか。そうですね、信じてます ね。だったらね、あの純潔を学びましょう。はい、喜びましょう。純潔、あの純潔だった、まあ純潔であることを喜びましょう。はい、でもあれなんですよ、僕一応そういうあの風俗店みたいなところをね、通い詰めてるんですけども、それでも純潔なんですかね。ああ、そう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 、それは純潔じゃないです。それは純潔じゃない、それ純潔じゃないですね。そうそうそう、それじゃ あ, あの悔い改めてもう行くのやめましょう。90分コースとか結構行ったりとか。いえいえ、もうだからとにかくですね、そういうことは、はい、あの悪霊が入りますから。悪霊、はい、鬼はうち、鬼はうちになっちゃいますから。悪霊が入ることを鬼はうちというんですね。ああ、そしたらもうそういう女性とのそういう行為をしない方がいいってことですかね。してはいけない、してはいけない。じゃあ子供はもう作らなくていいってことですか。いや、結婚したら子供作っていいでしょ。結婚したらね。ああ、そうなんですか、うんうん、いや、あのこういうね、ニコ生とかやってるとなんか女性に出会えるみたいな話聞くんですけど、うん、やっぱりそういうことを持ってこう出会いを求めてもいけないんですか、やっぱり。あのそういう不純な動機で出会うのはもちろん良くないですね、はい、不純な動機でね。僕不純でしたね、うん、あの結局それがなんか当たり前のようには社会になっちゃってるんだけどね、はい、結局それが例えばいろいろ問題を起こすんですよ。あの例えば失恋したり、はい、性病になったり、はい、中絶したり、はい、離婚したり、さまざまな悪霊現象が起きてくるのね、はいはい、だからその不貧困っていうんですけどね、あの聖書的に言うと不貧困っていう言葉を使うんですが、はい、不貧困っていうのはまあ婚前交渉みたいなね、はいはい、でその不貧困をすると悪霊が入るんですよ、はい、悪霊、はい、うん、サタンですか、ね、だから和美さんもあのそういう風俗行ってて、はい、なんか苦しくなったり自殺願望になったり鬱になったり しませんでしたか。そうですね、まあ、もう風俗行ってる時はもうすごい楽しかったんですけど、うん、やっぱりそれ以外の時はやっぱり憂鬱ですね。でしょ、憂鬱でしょ、憂鬱ですね。憂鬱だったでしょ。その憂鬱の原因が風俗なんだよっていうことなんですよ。あれなんです、ね、やっぱり風俗行ってるのがやっぱり、そのやっぱり僕の原因やったんですね。そう、そのね、風俗行くと悪霊が入るでしょ、はい、で多くの人は知らないんだけど悪霊が入って鬱になるんですよ、鬱に。あのマスミちゃんっていうのをよく指名してたんですけども、やっぱりそういう指名する、やっぱりそういうところ行くっていうのがやっぱりダメやったんですね。そこに悪霊が入るっていうことを多くの人はあの悪霊も信じてないんだけどもね、はい、そういう雰囲気、特に風俗なんか悪霊がうじょうじょだと思うんですよ。あ、マスミちゃんが悪霊みたいな。いやいや、その人が悪霊なんじゃなくて、その人は、はい、まあ、いろんな男性と関わってるわけでしょ、はい、そうですね。だから悪霊がすごくたくさんいるわけ。はい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 、だからそういう悪霊がいる人と関わると悪霊がドバッとくるわけね。あ、そうするともう鬱になったり自殺願望になったり、はい、そのいろんなそのなんていうか、切れるようになったりとか、憎しみとか殺意とか、はい、和美さんなんか憎しみとか殺意とか悪意とかありません？ありますね。あるでしょ、あるでしょ、はい、それ、はい、あのまあ絶対そうだと言えないけど風俗からも来てると思いますよ。はい、だからもうそういうのを行くのやめて、ね、はい、悪霊が入らない、鬼は内にならないようにして、はい、これから鬼は外にしましょう、鬼は外に。ですね、
はい、あともう一ついいですか、はいはい、やっぱりこうムラムラした時とかやっぱりどうしても人なんであるじゃないですか、はいはい、で財布の中見たら、まあ、3万あるからちょっと一発行こうかみたいなになるんですけど、うん、やっぱりそういうのそういうムラムラした時とかはやっぱりどうしたいんですかね。あのね、その、はい、進行でね、進行で、あの、Qちゃん牧師の伝道放送を見るとですね、あの、抑えられますから、精霊で燃えて、福は内にしましょう、福は内をね。そうですね。うん、はい、わかりました、はい。はい。本当にね、これ深刻なことでね、多くの人はそれで人生をダメにして、結婚をダメにしてね、はい、あの、精神的な病気にもなっちゃってるのでね、はい、本当に悪霊が入るということは非常に深刻で危険なことだということを理解してください、ね、だからぜひぜひこれからは風俗行かないで純潔保ってください。そうですね、はい、はもうたまもうムラムラした時はキューちゃんの牧師の放送を見てするみたいな感じに、ね、そう信仰的に燃えましょう。信仰的にね、わかりました。キューちゃんの、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、シャロームシャロームシャロームシャロー、はい、まああのいい土地でね、皆さんにもぜひ知ってほしいんですが、本当なんですね。本当に悪霊が入りますので非常に危険だっていうことをぜひ皆さんしてくださいね。それでですね、あのまあ今日の鬼は外っていうのはまさに悪霊を追い出すということなんですが、その悪霊を追い出すことがとても大事だって。多くの人はいろんな罪によって悪霊が入っちゃってるんですけど、悪霊を追い出さないといろいろ災いがあるんだよということですね。それ、ま、御言葉がありますので、ちょっと悪霊を追い出すことをね、いつもこうあのお見せしてるところなんですけど、マタイ12-28、これがね、あの鬼は外の御言葉ね、鬼は外、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。しかし私が神の御霊によって、悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですね。この悪霊どもを追い出すってありますよね。この悪霊どもを追い出す、これが、鬼は外ですね。鬼は外、鬼は外っていうのは聖霊様によって、悪霊どもを追い出す。そうすると神の国が来るね。つまり福は内になるわけね。福は内、福は内ですから、皆さんこれは本当に本当のことなんだということですね。多くの人は、悪霊をですね、引き込んでいる。悪霊を引き込んで偶像崇拝をすると悪霊を引き込む、風俗に行くと悪霊を引き込む、ね、不倫をすると悪霊を引き込む、ギャンブルをすると、悪霊を引き込む、悪いことをしたら、悪霊を引き込む、そういうふうにこの悪霊を引き込むことがたくさんあるんだ。だから罪を犯しちゃいけないっていうのはまさにそういうことですね。罪を犯すっていうのは悪霊を引き込んじゃう、悪霊と関わっちゃう、汚れちゃう、霊的に汚れちゃうということですね。霊的に汚れちゃう。だからぜひ、皆さん気をつけてくださいね。悪霊が入らないようにしましょうね。そして、イエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、あれですね、福が入るというね、福が入るということです。イエス・キリストを信じる信仰によって福が入って、心は神の国になる、心は神の国となるということですね。はい、アメン。それではですね、はい、あとですね、あの鬼を出すときに
あの、まあ、豆でこうね、豆で鬼を追い出すということですが、まあ、さっき悪霊ということ、精霊ということで、精霊によって悪霊が出ていく、精霊によって悪霊が出ていく、これはあの、まあ、精霊様が、豆と言ってもいいですね、豆、でももう一つは御言葉ですね、御言葉が、まあ、その悪霊を追い出すということにもなると思います。その箇所が、エペソ6章にありますね。エペソ6章。エペソ6章の17。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。御霊が与える剣、御霊が聖霊様ですね、聖霊様が与える剣が神の言葉、その神の言葉で、ね、要するに悪霊をやっつけちゃう、チャンバラですね、チャンバラ、神の言葉で悪霊を追い出す。皆さん、これが霊的戦いです。この霊的戦いというのは、悪霊と戦うわけですが、武器は御言葉です。御言葉ですね、悪魔悪霊は嘘を言ってきますね、嘘を言ってきます。しかし私たちは、真理の御言葉、真理で戦うんですね。聖霊様も真理です。御言葉も真理です。嘘ではなくて真理で戦うんですね。悪魔は嘘が武器ですね。皆さんも悪魔に騙されるっていうのは、皆さん、あ、和美さんありがとうございます。悪魔に騙されて、嘘で騙されて、皆さんが罪を犯す。嘘に騙されて、皆さんが間違ったことをしてしまう。これが悪魔の手口。悪魔が皆さんをこう悪くする、ね。しかし、クリスチャンは、御言葉をしっかり持って、信仰で戦って、悪魔の嘘に騙されないね、こう御言葉ね、鬼は外ね、鬼は外、悪霊を出ていけ、悪霊を出ていけね、悪霊を出ていけって、こう御言葉をまくんですね。まあ、このあれですね、この伝道放送もですね、これまさに節分っていう感じですね。私は毎晩種をまいてますね。毎晩豆をまいてます。御言葉の豆です。御言葉の豆を毎晩まいてますね。皆さんの中から、悪霊が出ていきます。皆さんの中から悪霊が出てって、皆さんの中に福が来ますね、油注ぎが来ます。油注ぎが皆さん、来るというのは、皆さんから悪霊が出てって、福が来てる、祝福が、まあ祝福って言ったらいいでしょうね。祝福が来ます、祝福が来ます。まあ節分放送みたいなもんですね、節分放送。毎日節分ですね、毎日節分。つまり皆さんの心から悪霊が出ていき、精霊に満たされるという節分放送ですね。はい、わかりましたか皆さんね、ぜひぜひ、絶えず御言葉で悪霊を追い出してください。だから皆さんがね、こう毎日聖書読むとするじゃないですか。聖書持ってない方、こちらで聖書が無料でもらえますから、これで聖書持ってない方はここに申し込んで聖書をもらってですね、毎日聖書読んでください。で、聖書を読むっていうことが結局、鬼は外になるわけですね。私の中にも悪霊いるんですか。あのストッキングフェチ悪霊がいるんじゃないですかね。ストッキングフェチ悪霊がいるかもしれない。ゲーム悪霊がいるかもしれないね。はい、
それではですね、ぜひぜひ、御言葉を絶えず読んで、毎日、その聖書を読んでですね、悪霊を追い出しましょう。悪霊を追い出しましょう。はい、アメン。それではですね、聖書英語いきましょう。英語ですね、このヨハネ17章が結構長くてずっと続いてますが、やっぱり大事なとこなので、皆さんこれね、せっかくの英語の勉強だからね、皆さん嫌いかもしれませんけど、ちょっと我慢して一生懸命学んでくださいね。とてもいいチャンスだと思いますね。ヨハネ17の16 They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. They are not of the world, even as I am not of it. 皆様ちょっと声出して読んでくださいね。 Sanctify them by the truth.Your word is truth. 意味はですね、彼ら、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。あなたの真理によって、性別してください。あなたの御言葉は真実です。ということですね。私がこの世のものでないように彼らも、この世のものではありません。御言葉、真理によって彼らを聖別してください。御言葉は真理です。結局ですね、イエス様は天から来ましたから、この世のものではありません。この世はサタンの国なんです。イエス様は天から来ました。そしてイエスキリストを信じる者は御言葉によって清くなり、御言葉によって清くなり、この世のものではなく神のものになります。まあ、このトゥースっていうのは御言葉であり、御霊と言ってもいいでしょう。御言葉または御霊、サンクティファイっていうのは、まあ、性別する、清めるということなんですが、私たちクリスチャンは、御言葉によって清くなります。そして御霊によって清くなります。そして御霊を持つ者は、救われた者はもうこの世のものではないのです。クリスチャンはこの世のものではないのです。救われた者はこの世のものではありません。イエス様がこの世のものではないように、私たちイエスキリストを信じる者もこの世のものではないのです。清められたのです。性別されたのです、ね、この世から、この世からこう性別されたんですね。この世からイエス様によって清められて、この世のものではなくなったのです。ですからクリスチャンは清くされたものです。ですからこの世と調子を合わせてはいけません。この世とこの世のものを愛してはいけません。クリスチャンは、この世のものではないのです。神の国に入ったのです。神の国に入ったのです。ですからぜひ皆さん、イエスキリストを信じている者は清くいきましょうね。そしてまだ信じてない人は、イエスキリストを信じて救われましょう。救われましょう。ね、悪霊を持っている人は苦しいのですね。悪霊を持っている人は、重いのです。悪霊を持っている人は、いろんな問題を持っていますね。しかし、イエス・キリストによって、聖霊様によって、悪霊を追い出し、鬼は外になり、鬼は外になり、そして、福は打ち、祝福が来るようになります。多くの人は祝福を受けないで、悪霊に侵されています。祝福を受けないで悪霊に侵されています。しかし、イエス・キリストを信じることによって、鬼は外、福は打ち、つまり悪霊が出てって、祝福を受けるようになるのです。悪霊が出てって、祝福を受けるようになるのです。それが信仰です。それが信仰です。ぜひ皆さん、
皆さんの中に悪霊がいっぱいだということを理解してください。悪霊がいっぱいです。それでは、苦しい苦しいのです。辛いのです。虚しいのですね。皆さんが苦しいのは悪霊がいるからだということです。その悪霊は、偶像崇拝や不貧困や様々な罪を犯す結果悪霊が入ってしまったんだ。だから悪霊を追い出さなきゃいけないんだ。悪霊を追い出すためには、御言葉が必要だ。聖霊様が必要なんだということですね。節分っていうのは分かりやすいね、分かりやすいですよね。皆さんこのことをもう理解したでしょうかね。聖霊様によって悪霊を追い出す、もうカリスマ派はですね、悪霊追い出しを強調するのはやっぱりそれが大事だからですね。やっぱり悪霊を追い出さなければうまくいかないですからね。悪霊がいたらもう病気も治らない、悪霊がいたら精神的な病気も治らない、悪霊がいたら、ね、怒りもなくならない、鬱も治らない。悪霊を出さないとですね、もうなんて言うんでしょうかね、いろんな問題になるんだということですね。はい、それではですね、節分用の豆を食べてもいいですか。豆好きなんですか。節分用の豆ね、それはまあ神棚とか仏壇に備えたら食べない方がいいと思うんですね。よく仏壇に備えてからまく人がいたり、神棚に備えてからまく人がいますけど、もしそういう偶像に捧げたものだったら食べない方がいいです。偶像に捧げたものは食べてはいけないと書いてありますね。偶像に捧げたものは食べてはいけない。だからまあそれが捧げてなければいいですが、はい。それではですね、悪霊を追い出してから明るくなったと母が喜んでくれました。アメン。これですよ、これ。これです。悪霊を追い出してから明るくなったと母が喜んでくれました。まさにこれが鬼は外ですね。鬼は外。それじゃあ、皆さん、鬼は外明かし、福は内明かししましょう。ね。悪霊が出てったという明かし。鬼は外明かし、福は内明かし、スタート。スタート。エホバの証人だった母がこの放送で救われました。アメン。鬼のパッケージの豆も買えない。イエス様のおかげで自分の心の中の鬼が追い出されました。イエス様のおかげで悪霊が払えました。同性愛者だった友人から悪霊を追い出したら病気が治りました。信仰で予的な文章から入ってくる悪霊を追い出しました。彼女と別れたら目の前が明るくなりました。イエス様の教えに従い仏壇を燃やしました。仏壇の代わりに十字架を置いたら病気が治りました。鬼を追い出したらイエス様のお言葉を理解できました。悪霊を追い出したら病気もせず毎日が快晴です。アメン。イエス様のおかげで嫌いな上司が死にました。信仰心で心のサタンが治りました。鬱が治りました。心にいたサタンをイエス様のお力で追い出しました。DT も恥ずかしくなくなりました。
イエス様のおかげで元気になりました。イエス様のおかげで毎週礼拝参加できて癒されてます。イエス様のおかげで恵方巻き信仰をやめれました。イエス様の力で私の家族を祝福してください。もっともっと悪霊を追い出してもらいたいです。対人恐怖が治りました。イエス様の愛と母の愛、どっちが深いですか？イエス様です。イエス様のおかげで宿題が早く済みました。イエス様のおかげで家族みな笑顔です。キューちゃん、なんで世界に仏教やイスラム教などの偶像が多いのですか？サタンのせいです。サタンのせいですね。サタンが惑わしてるんです。イエス様のおかげで愛に目覚めました。この放送で世の中が間違っていると分かってきました。イエス様のおかげで相撲観戦やめました。キューちゃん、母の日や父の日にプレゼントするのは偶像ですか？それはいいと思いますよ。お父さんお母さんを敬うという意味でやってください。イエス様のおかげで君が代をやめました。教師ですが、イエス様の教えを小学校に広めていいですか？いいですよ、やってください。相撲はダメなんですか？まあ見てもいいと思いますが、気をつけてくださいね。あんまり時間を潰すのは良くないと思います。イエス様のおかげで家族が仲良くなれました。以前持っていた歪んだ心が取り去られたことが実感できました。感謝します。ハレルヤ、よかったですね。イエス様のおかげで寝とうよやめました。ハレルヤ。この狂った日本がリバイバルで正常に戻りますように。わお。イエス様のおかげで腰が治りました。わかりました。相撲を見ずにお祈りします。相撲じゃなくて相模だった。私は小学校の頃、帰宅中に伝道されたこときっかけになりました。イエス様に祈ったら体が軽くなりました。家族のために無理してでも働いた方がいいですか？イエス様のために働いてください。イエス様の仕事をしましょう。本当の仕事、それは神の国とその義を大事に求めることです。神様の御言葉を大切にします。妄想がかなり減った。イエス様の愛を受けてから心が軽くなりました。アメン。豆でなく御言葉で鬼を追い出そうと思います。アメン。イエス様のおかげで仏壇と AV 捨てれました。アメン。仏壇も AV も悪霊が入ってきますね。仏壇も AV も悪霊が入ってきます。イエス様のおかげで嘘をつかなくなった。アメン。
ハードロックやめたらハードゲームをセットでやめました。恵方巻き食べたらダメですか。まあその何でしょうかね、そういうこう願掛けみたいなので食べるのはダメですね。ただその太巻きを食べるならいいですが、その願掛けみたいな形はダメですね。信仰によって福を得ようと思います。キューちゃん、なんで同性愛が病気なのでしょうか。あれですね、神様の秩序がありましてね、神様は男女、男と女を作りました。その神様の秩序に対して、間違ってるということですね。神様は男性は男性の意味があり、女性は女性の意味があります。その神の栄光がその男女の在り方に現れているんですね。信仰を持ったら自分だけじゃなく周りも幸せになれると分かりました。そうなんですよ。そうなんです。罪を犯したら周りの人も迷惑をかかりますよね。信仰を持って皆さんが信仰的になれば周りの人も祝福しますね。罪を犯したら当然周りの家族も、害を受けますが、皆さんが、信仰的になれば家族に祝福が来ます。本当です。家族の中で一人の人がクリスチャンになると祝福が来ますね。福がうちですね。福がうち、そして悪霊が出てきます。その家庭から家族から悪霊が出てきますので、まさに皆さんが一人でもまずクリスチャンになると家族が祝福されますね。本当なんですね。本当なんです。ですから皆さんがまず救われる必要があります。悪魔悪霊から縁を切って、まず悪霊を追い出すことから始まりましょう。自分がクリスチャンになったことが最大の親孝行なんですね。感謝します。そうなんです。皆さんがクリスチャンになると親が反対することもあるかもしれませんが、それが最大の親孝行です。最大の親孝行です。卒業式で君が代を歌わないと思いました。アメンアメン。クリスチャンになったら縁を切ると言われてます。大丈夫です。それはサタンの脅しです。サタンの脅し。私も3回感動するって言われましたけれども、しかし父も死ぬ前にクリスチャンになりました。サタンに脅されないでください。まさにですね、御言葉によって戦いましょう。御言葉によって戦うんですね。はい、それでは、ファイナルメッセージしましょう。ファイナルメッセージですね。なぜ君が代を歌ったらいけないんですか。一応天皇崇拝の歌なんですね。天皇崇拝の歌だから良くないということですね。はい、ファイナルメッセージ。それではですね、そうですね、多くの人はそういう霊的なことを知らないんですね。霊的なことを知らないで本当にこの、汚れたことが平気なんですね。昔はですね、例えば同性愛なんかね、良くないと思った人がいるんですけど、だんだんその同性愛のタレントとかが増えてきてですね、同性愛が普通になってきた、同性愛の人が増えてきた、まあ、世界でも日本でも増えてきたんですが、また不倫子だって昔よりも今の方がどんどん増えてきてますよね。つまり世の中はですね、そのどんどん汚れてるんだという
霊的に汚れてきてる、その感覚をぜひ理解してほしい。まあ、汚れてきてるということは、まあ、悪霊が蔓延してる、ね、悪霊が蔓延してるという感覚ですから、あの世の中は、この見た目はね、こう進歩してるように見えますけど、しかし霊的には汚れてるんだという、どん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 世の中は悪くなってる、汚れてる、だから精神的な病気も増えてるし、自殺はちょっと増えてないかもしれないが、まあ、自殺も多い、家庭崩壊も多い、離婚も多い、さまざまな問題が多いのは、これは世の中が汚れてきて悪霊が多いから、まあ、いろんな問題があるんだよということですね。ですからその問題、霊的に汚れてしまった、悪霊が入ってしまった、自分から悪霊を追い出す必要があるんだよということですね。薬を飲んでも悪霊は出てきません、ね。レイプされて妊娠した場合は中絶をやめた方がいいですか。一応ですね、クリスチャンの、まあ、考え方からするとレイプされても中絶しない、ね、レイプされても中絶しない、ちょっと残酷なようですが、赤ちゃんには関係ないということですね。赤ちゃんは赤ちゃんだよということ、そしてその赤ちゃんのためにもイエス様は死んでくれたんですね。ですから、そうですね、その赤ちゃんを産むということは非常に辛いかもしれません。その犯人とは 別の命だよということですね。はい、それではですね、ファイナルメッセージ、はい、もう始まってたんですね。ですから皆さん、多くの人はなぜ、苦しいのか、なぜ病気なのか、なぜ鬱なのか、その理由を知らないんですが、ぜひ悪霊が原因だよということを理解してほしい。そしてその悪霊を追い出すことができるのは聖霊様だってさっきありましたね。ですから、証しの時にみんなが元気になるとか、心が軽くなるとか、許せるようになったとかいうのは、そのまさに悪霊が出てった、イエス・キリストを信じて悪霊によって、悪霊が出てったということの証なんです。この原則、もうすでに皆さんは体験的にそれを知っているということですね。キューちゃんが元気なのは悪霊を追い出せたからなんです。そうなんですよ。私も以前は、自己嫌悪があったり、いろいろな問題があったわけですけど、私も油注ぎを受けて元気になったんですね。油注ぎを受けると元気になるのですね。油注ぎを受けると元気になる。ですから、私たちは清く生きる必要があるんだよ。さっきこの世からこう、ね、性別されたというのがありますね。この世から性別、この世汚れてるでしょ。この世もう罪だらけで汚れてる。だからそこからこうね、こうなんて言うんでしょうかね、性別されるというのはまさにその清く生きるためなんだよということなんですね。ですからぜひぜひ皆さん分かってほしいんです。この世は汚れていて、この世の汚れに対して私たちは清く正しく生きる方がいいんだよ。清く正しく生きる方がね、祝福されるんだよ、健全に生きることができるんだよということですね。そのことをしっかり理解しましょう。多くの人は知らないんです。この世の中の人はそのことを知らないんですね。霊的な汚れを知らないのです。鬼は外を知らないのです。福は内を知らないのですね。ただ豆をまけばいいのではないのです。豆をまくのではなくて御言葉をまくのです。御言葉をね、まくことによって、油注ぎによって、鬼は外になるのです。皆さん、本当の鬼は外、本当の福は内を理解しましょう。単なる儀式ではないのです。単なる習慣ではないのです。霊的に本当に、その、本当にそうなるということが、
イエス・キリストを信じる信仰によって、本当に鬼は外になるんだということ、知ってか、体験しましょう。体験しましょう。皆さんはもう体験しているのです。そして、ますます悪霊を追い出しましょう。そして、皆さんが元気になったらば、今度は一緒に日本から悪霊を追い出しましょう。一緒に日本から悪霊を追い出して、どこに行けば救われるんですか？ここで救われます。ここで救われますか？あとで、アメンという機会がありますから、アメンと言って、イエス様を信じてください。ね。はい、皆さん。カリスマ派はまさに悪霊追い出しの、宗派と言ったらいいでしょうか。悪霊追い出しを、強調する宗派ですが、しかし強調するのはそれが大事だからですね。悪霊追い出しがいかに大事かということですね。じゃあ、クルーズさんありがとうございました。では実際にですね、お祈りしますので、皆さん悪霊を追い出してほしい人、手を挙げてください。皆さんの心の中、皆さんの家族から悪霊を追い出したい人、手を挙げてください。霊的節分をします。霊的節分ね、悪霊を追い出しをしますので、小太郎さん、リュウさん、ね、悪霊を追い出し、ね、イエス様がね、悪霊を追い出してくださると信じましょう。悪霊を追い出してくれると信じるのです。イエス様、ね、イエス様は悪霊を追い出してくれるんだということですね。じゃあ、皆さん悪霊追い出ししますね。天の父様、多くの人はいろんなことで悪霊が入ってしまいました。悪霊が出てくならば神の国になると書かれています。そのことを信じます。どうぞ今手を挙げた 人から悪霊が出てきますように。イエス様、悪霊を追い出してください。彼らから悪霊を追い出してください。イエスキリストの御名によって命じる。イエスキリストの御名によって命じる。悪霊を出てきなさい。悪霊を出てきなさい。悪霊を出てきなさい。リスナーから悪霊を出てきなさい。日本から悪霊を出てきなさい。人々から悪霊を出てきなさい。手を挙げた人たちの心から、家庭から、人生から悪霊を出てきなさい。悪霊を出てきなさい。イエスキリストの御名によって、イエスキリストの御名によって命じる。イエスキリストの御名によって命じる。悪霊を出ていけ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 。イエス・キリストの御名によって命じる。悪霊を出ていけ。日本から出ていけ。リスナーから出ていけ。家族から出ていけ。イエス・キリストの御名によって命じる。悪霊を出ていけ。日本から出ていけ。悪霊を出ていけ。日本から出ていけ。イエス・キリストの御名によって命じる。悪霊どもよ出ていけ。悪霊どもよ出ていけ。イエス様どうぞ悪霊を追い出してください。聖霊様どうぞ悪霊を追い出してください。リスナーから、家族から、日本から悪霊を追い出して、神の国に来てください。神の国に来てください。リスナーを清めてください。聖霊によって清めてください。日本を清めてください。聖霊によって清めてください。聖霊によって清めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン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 。皆さん、祈りましたよ。祈りましたね。悪霊が出てったと信じましょう、ね、悪霊が出てったと信じるのです、そして、感謝しましょう。イエス様に感謝しましょうね、十字架の力は悪霊を追い出す力なんだ。イエス・キリストを信じる力は、信仰は悪霊を追い出す力なんだということですね。イエス・キリストの皆に権威がある。イエス・キリストの皆、その皆に権威があって、その皆の権威によって悪霊が出てくるんだとね、それを信じましょう。悪霊が出てったと信じるんです。
イエス様は、悪霊を追い出す権威を持っておられるんだということですね。悪霊を追い出す権威が、で皆さんもですね、これからもし何かですね、苦しいことがあったり、何か精神的な問題があったり、悪夢を見たり金縛りにあったり何かあったらですね、悪霊を出ていけと祈ってくださいね。いつでも祈っていいんですよ。悪霊を出ていけ、イエスキリストの名によって悪霊を出ていけと祈るんです。もう絶えずね、そういう何か、悪霊的なことがあれば、もうどんどん祈った方がいいんですね。もちろんここでも祈りますが、皆さん個人的にどんどん祈るんですね。皆さんが祈ることによって皆さんから悪霊が出ていきます。そしてその場所から悪霊が出てきます。また家族から悪霊が出てきます。バンバンどんどん悪霊を追い出しましょうね。この悪霊を追い出すことも素晴らしい伝道なんです。伝道というのは福音を伝えることでもありますが、しかし悪霊を追い出すことも私たちクリスチャンの、仕事なんです。神様の仕事というのは、ね、御言葉を述べ伝えるということと、それから悪霊を追い出すことも、神様の仕事なんですね。ぜひ皆さん、どんどん悪霊を追い出しましょう。そして、日本から悪霊を追い出し、日本を神の国にしましょう。日本を神の国にするのです。ね。鬼は外、福は内。鬼は外、福は内なんですね。まさにこれはイエス・キリストに会って初めて、イエス・キリストに会って初めて、鬼は外、福は内になるのですね。日本が神の国になるのです。日本が神の国になるのですね。ぜひ皆さん、神の国になることが近い、リバイバルが近いと信じましょう。はい、リバイバルというのは悪霊が出ていくことですね。リバイバルというのはみんなの祈りで悪霊がどんどん出ていくことがリバイバルですか。皆さんぜひ、悪霊を追い出しをしてください。悪霊を追い出しをして、皆さんの家庭から悪霊を追い出しましょう。素晴らしいね、素晴らしいです。ぜひやってみてください。ぜひね、悪霊が出ていくと病気が治ったり、トラブルがなくなったり、人が救われたり、いろんな良いことが起きます。悪霊が出ていくと、本当にこう解放があります。解放がね、こう人間も元気になるし、家庭もなんかこう問題が減ってきますし、悪霊がいるからいろんな問題があるんですね。悪霊がいるから、いろんな問題があります。悪霊が出ていくことによって問題がなくなってくるんです。これは本当です。本当です。だからぜひ皆さん、問題だらけの人は悪霊だらけだと思ってください。ね。悪霊を追い出すと問題がなくなってきます。悪霊を追い出すと問題がなくなって、非常にこう、解放されます。解放されますね。はい、犬さん、シャローム。はい。はい、今日はとてもね、節分ということでいろいろな、ことを学ぶことができました。恋愛についてもちょっと突のね相談ができました。明日はもう一回言います。明日は日曜日です。日曜日は礼拝です。朝10時半から礼拝ライブやりますので、皆さんが礼拝出ることによっても悪霊が出てくるのです。日本から悪霊を追い出すためにも皆さんが一緒に礼拝しましょう。礼拝はまさに霊的戦いであり、礼拝は悪霊を追い出しでもあるんです。一緒に礼拝することによって、霊的戦いに勝利して、日本から悪霊を追い出すことができます。シャローン、シャローン、おやすみなさい、おやすみなさい、シャローン、シャローン、アメン、アメン。